メディカルサイエンス、まあ、医科学分野の研究というふうに呼びますけれども、まあ、それは医学、まあ、人間の仕組みと関連する、えー、生化学、細胞生物学、構造生物学、えー、あとは生理学、あとは薬理学、まあ、そういったものをすべて包含するような非常に広い分野の学問を統合して、医科学というふうに呼んでいます。 で、大学院のコースに医科学を持っているところは非常に多いと思うんですけれども、まあ、私はその最初に生科学、バイオケミストリーという頃にとても興味を持って進学したわけですけれども、そこにだけでなく周辺のものを学ぶことができたというのは良かったと思いますし、まあ、医科学の大きな目的というのは人間の健康、それに資する 学問という言い方もすることができるので、例えば何か薬を見出したり、その疾患を解明して、それに対する治療の方法を見つけるとか、まあ、それが大きな目的ではないかなというふうに思います。